さんとの関係でどうなんですか？仲良くやってますよ。どんな奥さん？一個だけ特徴があって、極度の潔癖です。そう、洗濯物干すじゃないですか、タオルとか僕干すことあるんですけど、洗濯バサミに挟もうとして挟み損ねて落ちちゃった。はい、一人暮らしの時、もうすぐ拾い上げてこうやってパッて、今はあ、今落としたでしょ、落としたでしょ、はい落ちた、はいもうこれもう一回洗濯ですって言って、もう一回それは洗濯に。なるほどね。回される。まあじゃあちょっと一応夫婦としてはうちのが先輩なの で、アドバイスをさせてもらいます。まあ我が家はですよ、我が家に関して言うと、非暴力絶対服従です。なかなか落ち言わないからさ、落ちあった？なんか他に。ちょっと続き一応あるんですけど。あった。あ、いやもうごめん続き一応あったんですよ。早まっちゃった、尺考えちゃった。洗濯物干す時とか、まあ、ちょっと落としただけで、もうすぐこれもう一回洗濯って言って、何落としてんのって怒られるんですよ。でそんな妻がちょうど昨日ですよ、僕がお風呂上がった後にタオルを脱衣所に持ってくるのを忘れたんですよ。ちょっとタオル取ってくれないって言って、妻が持ってきたタオルが、トイレの洗面所のタオル。どうですか？どうですか？カットやな。これカットやわ。そうか、全部カットしてもらおうか。もろとも。関西弁は消すと同時に面白さも消えちゃった。いつも YAB の番組をご覧いただきありがとうございます。 YouTube でもぜひご覧ください。こちらです。